レールキングに向かって出発進行。一番最初に鉄道を、好きになったのってどういったところだったんですか？私が幼い時に大分県、セメント工場がある、親がセメント会社で勤務してましたから、津久見市というところに住んでました。津久見、はい、横に日豊本線という列車が走ってました。そこで寝台特急、もうなくなりましたけど、富士、はい、いつも通っていました、はい、それを砂場で遊びながら見て、はい、もうそこが僕の列車が大好きになった火付け役になりましたね。ああ、なるほど。鉄橋で手振ってくれたら、昔の、国鉄の運転手さんが必ず警笛、僕目指して鳴らしてくれるんですね。非常に嬉しかったですね。例えば音真似になりますけども、それも僕の機関車の警笛の原点になりました。例えば皆さん、音真似やってくださいって言ったら、例えばピーとかシューですけど、僕がやると口で鳴らすんですけど、なかなかできないんですけど、例えば、鳴らしますよね、でもこの音です、この音なんですよ、でこの音の基本がやっぱりの僕のモノマネの原点、鉄道ってやっぱり素晴らしいんだなと。なるほど。立川さん、そのどちらかというとその音鉄の方だと思うんですけど、その立川さんならではのこだわりみたいなものっていうのはどういったものがありますか？そうですね、鉄道のモノマネといえば、駅の放送、自動放送、英語放送があったり、女性版の英語放送があったり、あとは列車が入ってくる時の車輪の音とかですね、で、よく VVVF ですか、VVVF、この音なんか結構やってると皆さんびっくりするんですけども、そしてやっぱブレーキの音、スーパー北斗で言えばシュッて一瞬的にこう笛のような音が鳴るんですけども、いろんなその音をですね、総合的に全部やってしまうと。完全にその写真を撮るようなモノマネではやっぱり面白くないんで、若い頃あるテレビの審査員から、有名な審査員から、君の鉄道のモノマネは写真を描くようなモノマネじゃダメだと言われたんですね。昔僕は完全にコピーしようと思ってたんですね。人間ならできないように、そうじゃなくて、それに近づくようなその凄さ、ある意味でそのバカバカしさっていうんですか、ある大人がそこまでやって電車のモノマネをこう近づけていこうという、そのプロセスですか、そっちの方がやっぱり楽しいんだと思うことに気がついたんで。なるほど、なるほど。今もうリアクションっていうんですか、オーバーリアクションで、音のモノマネとトークと喋りを全部一緒にミックスしてやってしまうと、ちょっとモノマネのネタやりますけど、例えば、東海道新幹線に乗ったら、普通通りやれば、Ladies and gentlemen, welcome to the 新幹線、This is a Nozomi Super Express bound for 新大阪なんですけど、やっぱステージになると、やっぱりリアクションっていうんですか、自分の表現も体の動きも入れて、こう顔を振りながら、Ladies and gentlemen ですよ、Welcome to the Welcome to the ほら皆さんようこそって意味ですから、ステージで Welcome to the 新幹線 This is a Nozomi、 なんかのぞみって言ってるんですね、のぞみじゃないんですよ、多分あれは JR 東海さんにとってみれば、もっとのぞみに乗って、皆さんね、来てくださいって気持ちがこもってるんで、その気持ちを、鉄道事業者を代表して、This is a のぞみ Super Express 気持ち込めるんですよ、Super Express 込めるんですよ、これ大切なんで、Super Express Bound for 新大阪、新大阪じゃないんですよ、英語風にちゃんと言わないといけない、Bound for 新大阪、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 でその後も、We're really stopping at 新横浜、新横浜じゃないんです、新横浜、外国人が新幹線に乗って感動する新横浜の喋り方、外国人になったつもりで新幹線ができた時の驚きのような喋り方のトーク、新横浜、名古屋、名古屋じゃない、名古屋、名古屋なんですよ、北海道の放送局でその特番に出てきたんですけど、それを機に、新函館北斗から、鹿児島中央までの駅、全て覚えました。ちょっとお願いまだこれ皆さんに公開はしてないんですけども、結構言うと長くなるんですけども、もし間違ったらピッて入れてもらってもいいです、例えば新函館北斗、ここ出ると聞こない、
奥津軽今別、はい、新青森、はい、そして七戸十和田、はい、八戸、はい、そして岩手沼区内、はい、そして盛岡、はい、そして新原町、はい、そして北上、はい、水沢江差、はい、一ノ関、はい、栗駒高原、はい、古川仙台、はい、白石蔵王、はい、そして福島、はい、郡山、はい、そして新白川、はい、那須塩原、はい、そして宇都宮、はい、小山、はい、上大宮、はい、上野東京、はい、品川、はい、新横浜、はい、小田原、はい、そして熱海、はい、そして三島、はい、そして新富士、はい、静岡、はい、掛川、はい、浜松、豊橋、三河安城、名古屋、岐、は、阜、い、ま、羽島、はい、米原、京都、はい、新大阪、はい、新神戸、はい、西明石、はい、姫路、相生、はい、岡山、はい、新倉敷、はい、福山、新尾道、はい、三原、東広島、広島まで来ました、はい、広島出ると新岩国、はい、徳山、新山口、朝、新下関、はい、九州入りまして小倉、はい、そして博多、はい、九州新幹線、この度間もなくね、はい、いろんなことありましたけど、ありましたね、頑張っていただきたいと思います。九州新幹線に入りまして、はい、新鳥栖、はい、そして久留米、筑後船名古屋、新大牟田、新玉名、熊本、新八代、新水俣、出水、仙台、終点鹿児島、中央です。あすごいですね。モノマネ芸歴部長34年になりますけど、はい、もし鉄道事業者から、はい、立川慎二さん、はい、鉄道モノマネ芸歴34年よく頑張った、はい、もうあなたにね、お礼としてね、はい、プレゼントとして、はい、ぜひ我が社に、はい、ね、もう試験なしで入ってもらって、はい、駅の担当を10年間あなたに全て一任しますから、はい、で給与もきちんと出しますから、はい、モノマネをやめてくれませんかというような条件を出されたら、はい、モノマネは僕はやめます。なるほどなるほど一回本職で、うん、はい、経験してみたい。なるほど。今でも、あでも僕に、はい、依頼したい鉄道会社は非常にいいと思いますよ。はい、もう放送も全部マスターしてますから。そうですね。発車ベルもいらない、はい、例えばこうマイク持ったら、はい、こうしてみんなが見てるホームで前で、整列乗車してる人たちのみんなの前で、はい、言ってもいいですよ。すると見てるお客さん、おすげえなこの人と思いますよそうですね。英語放送もやってもいいですよ、はい、それちゃんとリバーブをね、はい、あのスタッフにちゃんと駅のリバーブにちょっと言って、はい、かけさせてもらって、はい、Your attention please The Hayabusa 1-3 新函館北斗 and 小町 1-3 Akita Your left tracks number 70 For your safety, please stand in the yellow line 山下の下17番線お下がりくださいってなったらね見えてるお客さんは僕いいと思いますよそうですね。もうメディアがすぐ来ますよ、取材に。そうですね。いやでも本当いろいろ面白いお話をありがとうございます。いや、ありがとうございました。この後僕はあの東西線でですね、はい、高田馬場から、はい、特急小江戸に乗って、はい、所沢から5番ホームに乗り換えて、はい、各駅停車の小手差し駅で、小手差し駅で、西武鉄道で知ってる車掌とかが乗ってると、はいはいはい、楽しいです。あのお知り合いの車掌さんがいますいや実際乗務されてることがあるんです。西武鉄道のイベント、大きなイベント毎年やってるんで、はい、あの結構知ってる乗務員がたくさんいるんで、あこっちが分かんなくても向こうが分かってるような、あなるほど、結構あるんで、はい、まあそういうことで今日は、はい、どうもありがとうございました。また特急小江戸で帰りますんでありがとうございました。